お世話になっております。おかわりだの平本です。今日はですね、ダブル化についてということでね、ちょうど今日はね、ブルーのダブル化が出たんでね、教えてくださいということなんですけども、基本アンサンブルではね、使わないですね、ほとんど。うん、なんで、割と揃ようかなっていう気はしますけどね。うん、でも今ねすごく、これダブル、2つっていうことなんですけども、すごく人気で、特にこのカラーズの EX、非常にうちの売ってるダブル缶の中でもね一番人気ですね。これ色はブルーにしても、ピンクにしてもグリーンにしてもね、結構人気で、今月だけでも結構お買い求めいただきまして、本当にありがとうございます。で、またね、知らない人の方が多いと思うんですけども、難しいですかって言うんですけども、吹き口がね、とりあえず2つあるんですよ。ね、こっちとこっちとね。ですんで、これを慣れっていただければ、いいと思うんですけどね。例えば、どうでしょう。アニーローリーとかで慣れていただけるといいですね。ミの時こっちして吹いてます。ソドドレでミって吹いてます。で、重音を持たせるのがね、魅力でもあるんですけども、通常の C 管ベースなんですけども、これは、普通は一番上が F ですよね。 F の音だからファですね。ファの音は最高なんですけども、ファの上ですね。ソーラーシードレと5音ですから、最高音が D の音になります。D、ですね。最低音からいきますと、でこれが一番最高になります。で、この間ね、買っていただいた方にね、つけてるんですけど、ダブル缶エチュードっていうね、僕が作った、このためのね、優しい、このね、移動が難しいので移動が簡単にできるような、エチュードの曲を作ったんですけども、結構もうダブル缶も、買っていただいてるんでね、また幸田先生、エチュード2とかね、エチュード3作ってくださいって言うんですけども、あとはそのどうやってね、作ってるんですかなんていうね、曲の作り方なんですけどもね、その人はね、自分でオカリナの曲を作りたいんですけどって言うんですけども、基本的にはその鼻歌を歌うようにね、オカリナでも作っちゃっていいと思うんですよね。僕なんかそうですよね。例えば何調で作ろうとかね、あるいは、どの音から始めようとかっていうのはあんまないですよね。もうポッと、吹いてポッと作るみたいな感じですよね。だから今作ってくれって言ってもすぐ作れると思います、多分ね。例えば何でしょう、ダブル缶のエチュード2を作ろうとしますよね。例えばですよ、で作っちゃえばいいんです。なんとなく曲になってるでしょ。って言っても、僕の頭からはもう今のメロディーは飛んじゃってますから、
この動画をねもう一回聞いて、まあ、再布すればね、曲にしようと思えばなる、まあ、そんな感じですよね。うん、だから今のは低音から始めましたけども、まあ、上から始める場合、例えばですよ、曲っていうほどでもないですけどね、まあ、こんな感じで作ってって、そのいいフレーズが見つかったらそれをこう肉付けしていくっていうのが僕の曲の作り方にはなります。で、まあ、ダブル感は基本的にはこの移動ですね、移動さえ、きちっとできればすごく簡単です。また先生方からね、早くトリプルを作ってくれって言われてるんですけども、まあ今年中には作ろうかなと思ってますって言ったら、まあ去年もそんなこと言ってましたねって言われちゃったんで、まあ、確かに言ってたなと思って、特許も取ってあるし、作ろうと思えば作れるんですけども、なかなかね今本当にありがたいことでね、もう EX もそうなんだけど、スタンダードの 4C がね、まあ、この頃なんだろう、新しい生徒さん結構やっぱり入ってきてるんですよ。まあ夏ってね、新しい生徒さんが入る時期じゃないんですけども、今時期っていうのはあんまないのかもしれないですよね。まあ、父親の教室とかね、スタッフの教室でも結構新しい人入ってますしね、まあ明日も入ってるっていうかな、また新しい先生方にもね結構注文いただいてるんで、スタンダードの 4C がねめっちゃ足んなくてね、今日ずっとスタンダードの 4C ばっかり作ってたんですけどもでもね、もうかなりね今スタンダード 4C でもねよく作ってありますんでね、まあ本当に最初に簡単で使っていただくんだったらね、スタンダードの4がおすすめかと思いますね。まあ EX になればねもう間違いないですし、まあ GR もあるしね、まあこういうカラーズもあるし、あとはね、限定のEX プラスもあるし、まあ、いろいろあるからね、いろいろね試してみていただきたいと思うんですけど、そうですね、久しぶりに、まあ、トリプルを作りながらダブル感のエチュード2をね、作ってみたいと思いますのでね、ダブル感のエチュード2ができたら、これ持ってる方は全員差し上げますのでね、その場合は言ってください。これを持ってお店に来ていただければ、どういう曲がいいかね、最初のダブルカンのエチュードが結構優しめだったんで、そうですね、高音から始まるような、で、まあ、テクニカルにしようかな、どうしようかな、ちょっと作ってみますんでね、ぜひ、ダブルカン持ってる方は楽しみにして、ください。し、ぜひね、ダブルカンを吹いてみてください。し、トリプルもね、まあ、トリプルまでは作ろうと僕も決めてるんで、まあ、それ以上はいいだろうと思ってますんでね、ぜひトリプルも お待ちください。値段はねこれは時価になると思いますでは